ここからは商店カードに突入。11レース予選特賞、黄色い5号艇には峰竜太。以上6選手が対戦する11レース予選特賞。さあここからは5号艇峰竜太が見事なピット離れを披露し、2コースまでの進入に大成功。5号艇の峰竜太、現在ここまで無傷の4連勝。圧倒的な強さを見せて、ファン実況ともども沸かせております。そのキュートな笑顔とは対照的に、水面の上では他を寄せつけない圧倒的な走りを見せる、このオンとオフにギャップ萌え。登録番号4320、そして本日はなんと5号艇峰の誕生日から約6ヶ月が経とうとしており、あと半年でまた誕生日を迎えようとしています。血液型は B 型、趣味はハワイ旅行とサーフィン、麻雀も大好きとのことなので、ぜひ一度一緒にタコを囲みたいと言ってるところで、今スタートしました。多分トップスタートは2コース5号艇峰竜太。させるか、まくるのか、はたまたここから逃げるのか。峰選手まさかのスリップ気味。しかし膨れた1号艇2号艇の中を指して、まだチャンスは残っている。向こう上面です。ここはまくりが決まったか。いや、私の目にはまだ2号艇、1号艇、5号艇、並走、トップは混戦状態、スタートは正常でした。さあ、ここは5号艇、峰が切り込んできたが、さらに5号艇、峰の懐をメギツネのごとくいやらしく刺してきた4号艇、6号艇。しかし5号艇、峰であれば振り切れると私は信じています。さあ、レースは2周目と移っています。6号艇が少し邪魔をしているが、峰選手いけるのか。さあ、そこ6号艇が膨らんだところに絶好の差し場ができて、峰選手の差しが、いいねー。さあ、インコースから峰が来た。ぐーっと伸びて、あわよくばまだ1着も狙える位置にいます。5号艇峰が先舞い体勢で、5号艇峰が先舞い体勢、これはどうだ。しつこい、1号艇がまだ踏ん張っている、こらえている、残している1号艇、そろそろ楽になっていいもの。ここは峰がインコースに潜り込んできて、これはどうだ、少しターンが膨らんだ1号艇の中から小回りターン、さて来てますよ峰、いいね。もう一度言いましょう、峰、いいね。さあ次はトップの2号艇を狙える格好の位置にいます。レースはまだわからない。どうだ、最終2マークの攻防、くー、いいレースでした。上位体系は2番5番1番、今峰がゴールイン、他の艇もゴールイン。以上11レース予選特賞でした。インコースから1番2番3番4番5番6番です。今スタートしましたが、峰選手これは早すぎるスタート。ただいまスタート判定中です。皆様お手持ちの船券は大切にお持ちください。お知らせいたします。1号艇峰竜太選手がなんとフライング変換欠場となってしまいました。これが夢なら覚めてほしい。峰選手、これで通算10回目のスタート事故となってしまいました。最後にフライングをしたのは2016年ナルトの SG 準優勝戦でした。過去3年一度もスタート事故を犯さずにここまで来たのが何よりの誇り。このスタート事故により、なんと向こう4節の SG 参加が無効となってしまいました。私は一体何を生きがいにこれから生きていけばいいのでしょうか。あ、お知らせいたします。3号艇の、篠崎選手と4号艇の吉田選手もフライング変換欠場となりましたので、お手持ちの船券は大切にお持ちください。